心はゆるっと、着付けはシャキッと、着付け大好き山宮浩子です。今日は三重仮紐の使い方考察してみようというわけです。何気なく普段使っていませんか？そんな三重仮紐、今日は調べていきます。それではいっちゃうよ。山宮浩子は本気の着付け教室、ズーム講師、オンラインサロンやってるよ。着付けをやっている方で、特に振袖を着せている方で、この三重仮紐についてご存知のない方はおそらくいないだろうなと思います。でも意外と知らない使い方があるかもしれないなと思って用意しました。今日のこの三重仮紐、見てください。私が練習に使っているからちょっとくたびれてレロレロってなっています。お客様は振袖を初めて着るお客様だったりしたら、こんなレロレロは持ってこないかもしれないんですけれども、今日はこんなのをご用意されていました。というわけで、まず普通にかかっていた三重仮紐に帯を絡げて、そして羽を作っていくというやり方、その他に最初はかかっていないけど三重仮紐と一緒に帯をセッティングするやり方、そんなやり方があると思います。まずは三重仮紐と一緒にセッティングした方がこれうまくいくんじゃないっていうのをやってみたいと思います。これは垂れ元ですが、垂れ元できるだけフラットになるように最初しっかり広げますよね。そしてここに太鼓部分を作る、ふくらすずめの箱ひだの太鼓でもいいですし、そうでなくて普通の文庫さんの太鼓でもいいですし、そんな時ここに上から下に下がってくる太鼓を作る時、この時は一緒に三重仮紐と作った方がうまくいきます。例えば3分の1にして、そしてここに太鼓を作る時、少し緩みを持たせて三重仮紐と一緒に担がせてください。こんな風にして担いで、そして結ぶのは帯の胴の上、これはご存知でしたか？こうやってこの上で結んでます。なぜ胴の上なんでしょうか？三重仮紐は部分的にゴムでできています。そこにたくさん羽が入っていくとどんどん締まっていきますから苦しくなりますよね。なのでその苦しくなるのを胴の上で緩和しているわけです。最後に帯の中にしまいますが、その時もう緩いなって思ったらもう一度締め直すことは簡単ですが、どんどん締まってしまったらお嬢さんが苦しくてうーってなってしまうので、最初からここには入れないでおります。後からこれで帯揚げを作ったりなんかすることも簡単にできますもんね。次は最初にかけておいて胴の上に結んであります。バッテン掛けで羽を作っていく場合のやり方、バッテン掛けは例えば左右に振り分ける、羽を振り分けたりする場合に根元にクロスしてかけていくわけです。一つの羽、二つの羽、ここをバッテン掛けしていくわけです。こんな風にバッテン掛け、バッテンになっています。なのでより真ん中が強固にちょっと小さく締めたいときにいいと思います。なので文庫の羽、根元を小さくして広げる羽、こういったものに適しています。真ん中に集めて広がるような感じが表現したいときはとても便利です。そしてこの部分にいくつか重ねていくこともできますから、バッテン掛けとっても便利なテクニックですよね。次に羽を作るけれどもバッテン掛けしない方がいいよって時、どんな時なんだろう。それは建屋の羽を作ったりする時です。建屋は皆さんもご存知だと思いますが、シュッと一本矢を通すように作りますよね。そんな時バッテン止めにすると矢が真ん中で縮んでしまうので、例えばここに
2本かけて、次の羽が縦矢にしたいというときは、この羽をバッテン止めにせずに下に持ってくる。そうするとどうですか？シュッと一本通った状態になりませんか？こんな風にすると縦矢もこの面がスーッと通っていきます。もしこれをバッテン止めにするとこういう羽になってしまうというわけです。縦矢でかっこよく決めたいとき、ここが一本の矢のように見せたいときは、2本をからげてバッテンにするのではなく、2本で押さえるだけというような羽の作り方をしてみてください。そうするとこんな風に縦矢らしいかっこいいしゃぶさが出ます。次は三重仮紐がとても緩かった場合、今日私が使っているみたいなちょっともうくたびれているようなゆるゆるだったりとか、あるいはそうでなくても製品によってはゴム紐が緩いなって思われるような製品もあります。なのでお客様が持ってきてくださった三重仮紐のゴム紐が必ずしもその帯とふさわしいかどうかはわかりません。例えばしっかりと重い丸帯、そんな丸帯がちょっと伸びたような今日みたいな三重仮紐じゃこれ大変ですよね。そんな時どうすればいいか。仕方ありません。ゴム紐をぐーっと引っ張るしかありませんよね。でもぐーっと引っ張ってもまた戻ってしまうので、ぐーっと引っ張ったらそこを結んでみましょう。そうして結んでみて、思いっきりそこをこんな風に結んでみてください。それでもうまくいくかいかないか、ゴム紐の寿命もあるんですが、こんな風にしてみると今までゆるゆるだったところがもしかするとうまく使うかもしれないですよ。やってみてくださいね。次はもう一本あればいいのにな、もう一つあったらここにって思うような時、そんな時はこんな風に羽を作る時ゴム紐って使いますよね。こんなゴム紐を結んでみてください。こういうところに結んで輪に通して、そしてもう一本あったらなーって思ったのをこうして使ってみてください。でこちらに行ってこちらも結んでみてください。そうすると三重仮紐が四重仮紐になったり、そんな良さもありますよ。こうしてちょっと工夫してもう一本ゴム紐足してみてください。そんな時もうまくいきます。最後に枕です。枕を三重仮紐で留めてあげるということです。枕をしてこの枕の紐を三重仮紐の下を通す、三重仮紐をくぐらせるということです。1回で心配だったら2回くぐらせてもいいですが、くぐらせて左右ともにくぐらせます。そしてこちら側も三重仮紐をくぐらせてあげます。脇でくぐらせてあげるといいんですが、もう三重仮紐を使わなくていいっていう状態になってからが理想的ですけれども、そうして場所をしっかり見極めて、そして枕はいつものように引いてあげてください。そうすることによって枕が下がりにくくなったりします。あと最初の場所を見極めやすいですよね。前で締めている時にいつの間にか枕が帯の上線よりも下がってしまったっていうことが少なくなります。なのでこんな風に使うのも一つの使い方です。さあ今日は三重仮紐のいろいろな使い方、皆さんと研究していきました。どうだった？知ってることじゃなくて知らなかったこと、新しくやってみたいこともあったかしら。というわけで三重仮紐はとっても便利、帯結びいろんなことができるよね。というわけで11月の28日は平塚の私の本気の着付け教室、12月5日は世界中に向けてズームレッスンで帯結びの講習をやります。帯結びだけ成人式に向けておおというわけでやっていきたいと思います。そしてフロークで帯揚げや帯締めも新しく可愛いの発表しちゃうからね。というわけで
ぜひぜひ講習の問い合わせしてきてください。というわけで皆さんと今日は三重カリヒも考察してみましたよ。やってみてね。それではみんなに元気注入してバイバイですよ。いくよ、元気注入、バイバーイ。